今日は今日で、皆さんが出た後、1時間半後ぐらいにちょこっと出てきまして、69センチを1枚取らせていただきまして、帰ってまいりました。ちなみにここのところですね、本当に僕ここに最初に来たのが2005年です。この業種格闘技戦で来まして、その後スリルマンを求めてで、ロケをさせていただきました。最初の頃はスプーンマダイ、ちょうどブラーマダイが全盛の時にですね、なんとか変えたいなということで、スプーンを持ってこちらの方に来ました。1回目の時には船長の言われた通りにですね、キャストしまして、ベイルを返して落っことして、しばらく落っことしたところで、ベイルを戻すと、そこから普通に巻いてくるという釣り方でした。2回目来た時にはですね、それだったら普通にフォーリングで落とした方がいいんじゃないのということで、実はキャストしたらすぐベイル返しまして、ここふわーっと落としていくとこれが食ってくるぞというのが分かりました。その後木屋さんのところのですね、女性従業員たちが、同じ釣り方をしてボコボコにしたんですね。そこから変わりました。ちなみに僕はその時にも、1回目も2回目もそうなんですが、この横浜をやった後にですね、青森沖の方でもやっております。でも向こうはですね、投げてこのまま沖下に沈めたまんまなんですね。全然横浜の釣りとは全く違うぞと、いうのを感じました。まあ、そこからいつの間にかそれがスピンソニック、スピンソニックすごいよって言われながらも、それうちのスピンソニックじゃないから、なんでって言うとブレードついてないんですね。だからブレードついてないイコールそれはソニックだと。で、途中から今度長山船長がそこじゃなくて違うところに穴開けてくれよという話もいろいろ出てきて、今のに発展してまいりました。今年木屋さんの方で特注カラーというのを作りまして、やったところ、すいません、当たってしまいました。テレビの番組の中でもですね、色ある、去年実は色もですね、オキアミを最近巻くことが多くなってきたということで、オキアミカラーを作ってくれということで、オキアミカラーを作りました。これが結構当たりまして、そこに今度はグローです。オキアミみたいな色にするんだったらグローでもいいんじゃないの、同じだろうということで、グローをやったところ良くなりました。で、昨日一昨日ですね、ちょこっと乗っかった時には、実は石田君だけがよくポコポコ釣ってまして、って見てたら、うちが作った特注カラーでした。黄色が入ってるやつ、ブローに黄色が入ってるやつです、ね。これだと木屋さんだけは儲かりますんで、ちょっと色変えたやつを後で出そうとは思っておりますが、で、もう一つ、よく釣れたカラーが、パールホワイトのボディにピンクの背中、オレンジの頭ですね。もう一本僕が釣ってたのは普通のシルバー、パールホワイトのピンクです。グローピンクの方でも釣りました。その他カラーがありますが、ちょっとあまりにも曇っていたんで、こちらの他のカラーは使ってません。石田君はこっちで釣ってましたけども、ね。もう一つ、ここのところずっとこちらの方毎年僕は1回しか来てないんですが、ここだったらこの竿だろう、うちの竿の宣伝じゃないんですが、ワールドシャウラーというやつを作りました。それの中の 2751R、 2752R、 佐島の船長は 2752R が好き。もう一つだけ、もし竿をですね、どの竿でもいいんですが、ちょっと硬いなという竿が好きな方はですね、今度は今日皆さんの釣りちょっと見ましたが、あまりにも釣れてないと大体竿は下がるんですね。だん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 定性がに下がるんですが、少し硬めの竿を使ってる方は水面と平行に、水平にこう合わせてみてください。次の魚種格闘技戦で僕は話をしてますが、そうするとですね、こういくと糸がこうたるみます。少しキャストしてベール返しますね。返した時にスーッと落ちてくんですが、少し糸がたるみます。たるむと魚がピンピンってこう食った時にですね、ラインがプンプンって触れます。もしくはピンと伸びますね。この伸びる間に違和感を与え
方は少し竿を水平もしくはちょい逆に上げちゃいます。少し上げることによって糸にこうたわみができますんで、これで違和感なく食わせるという方法があります。もう一つ、なかなか飛ばないぞという方たちがよくいるんですが、フロロカーボンとナイロンは基本的に飛距離が 15% ぐらい違います。同じポンド数で、皆さんがよく勘違いするのが、フロロカーボンは糸の中で最も弱い糸です。ナイロンがその真ん中になります。 P がその上になります。T は非常に弾きやすい糸です。ですからもう完全に糸をたるませといて食い込ませるんであればそれでいいんです。一つ点矢みたいなものはしゃくってスーッと落ちてきますね。その時に糸はたるんでおります。だから違和感なくスポッと食ってくれますが、コツコツというあたりは P には伝わりません。なぜなら P というのは糸がたるんでる時には当たりが来ないんです。ナイロンフロロは糸がたるんでてもバフって食った時にはピーンってきます。これも一つ覚えておいてください。飛ばないぞというんだったらナイロンのが飛びます。糸の強さはフロロよりもナイロンのが強くなります。なぜなら後で次の屋さん行った時にですね、同じ8ポンドでフロロとナイロン同じメーカーで比べてみてください。どれでもユニシカでも汎用ナイロンでもどこでも結構です。見てもらえば分かりますが、フロロカーボンの方が糸が太く出来上がってます。なぜかというと、弱いから太くしないとナイロンの強さが出ないんです。これも一つ覚えてください。ただし伝達力はフロロカーボンの方が強くなります。強くなります伝達力は。ただし今度はフロロカーボンと下に沈んでしまいますから、たるみやすくなります。うんと長い時間をかけると。ナイロンラインっていうのは、キャンプして落ちていくときに、ちょっと分かりづらいんですが、こう落ちます。落ちていくときに、こう落ちるときに糸がこういうふうに上に上がります。フロロカーボンは糸も同時に落ちてきますから、こういうたるみが出来上がります。分かりますよね。さあ合わせたときどうなります？フロロカーボンは水からグッと上げなくちゃいけないわけですね。ナイロンはって言うとこういうふうに落ちてますから、どちらかというとドンって乗りやすくなります。よく中山船長が言いますが、巻いて合わせてっていう。コンコン来た時キーッと巻いてきて、だから糸がこんなたるみすぎちゃってるから、巻いてきてそっからも合わせてって。水を切れてないんですね。それから上手い方を見れば分かると思いますが、合わせがストーンと入ってます。ドンっていう、ふにじゃないんですね。これをちょっと見習っていただければ、同じ船の中でもあいつよく釣るんだよなっていうのがありましたら、ちょっと人の合わせも、ね、よく見ていただいて、そういうふうになると思います、ね。僕らはテレビなんで、いろいろ全部が全部うまくいっちゃいけないんです。ダメなところなんか船長によく言われるんですが、早いよって言うんですが、いや弱だとな僕はもともと遅いの、合わせは、ね、合わせるな、合わせるなってよく僕がよく番組で言いますが、